今日はちょっと早いのですけれども、フルコース行ってこようと思ってます。頑張ります。最初のポイントで3本の毛映るかな。兜がいますね、はい、まだ三山はいなそうです。結構大きめの兜ちゃんかな。樹液ドロドロ、すごい。次のポイント来ました。三山さんいません、残念。8時35分です。別の場所に来ました。メスじゃない、メスじゃない、これ。オニキス、オニキスだよね、うん、いたじゃん。ちっちゃいね。歩いてたよ、今登ってなかった。あ、じゃあ出てきたんだよ。今出てきたんでしょう。三山ちゃんいた、うん、よしよしよ。あ、落とした。そんなに大きくない。うん、すいません。どれ。こんなちっちゃい。あ、ほんとちっちゃいね。あれ、猫何あれ、カブトか。カブトが2人の、あ、2匹いるのか、だからか。あ、ポビジョンとしてるからメスだ。メスの色なんだ。うん、ほら、ここにある。9時になりました。次のポイントです。カブトパラです。ほんとだよ、カブパラだよ。パラパラ、あ、いたいた。これやっと出てきたね、うん、もう一匹が。ミヤマちゃん、おお、一丁目に喧嘩売ってるよ、このミヤマ。うん、カブちゃん今飛んできました。おい、すごいね、これ。ああ、そっちか。うん、はい、次のポイントつきました。はい、次のポイントに来ました。そんなカブト、カブトだらけ取ってんです。見ようと思って、結構大きい。はい、いつもの公園に来ました。アゲハがいる。嘘、本当だ。カエルちゃん、これすごい量だね、このカエル。え、ちょっとこれ何、これ見て見て見て、これ、これさ、なんだっけ、クローバーみたいな。入ったかな、うん、引っかかった。あ、くっついてる、くっついてるけど、あ、網が引っかかってるから。もう大きいよ。なんでここメス大きいの、みんな。わかんないよ。あ、でかっ。嬉しい嬉しい。この間もでかいの、あそこにいたもんね。そうそうそう、もっと下だったけど、そうそうそう、ちょっと見せて、うん、でかい。測ってみる。41、うん、ほら、41弱、実際は。でもちゃんと伸ばして、ほら当たってる。あ、もうちょっとある。とりあえず1回持ち帰り、2回でも3回でも持ち帰り。そういうこと。いつものところにやっぱりのこめすごい人かな。うん、うん、毎日来て楽しいところに今来ましたけど、今日はどうでしょうかね。オスだよね、メス、うん、オスじゃないんだ。あ、なんか落ちたよ。でかい音、なんだね。カミキリだよ、ショック。そう、光で見るとでかく見えるよね。膨張して、黒はクモの巣に引っかかってたんじゃん。うん、助けてもらえてよかった。このクモの巣だと結構死んでるのいっぱいいるかもよ。顎が長いのかよ、うん、中止系ってやつ、中止系、うん、いつもの場所に帰ってきました。本当だ、叩いたら落ちてきたミヤメス、うん、死んだふりしてんの、死んだバレるんだよ、死んだふりした。死んだふり、あ、戻った死んだふりしてるよ。向こう見せろ、よかったね、仲良くなメイドガードしてやれ。爪が。今日は全て回りきれませんでしたけれども、戻ってきたらすごい綺麗な初めて見るかです。大きいですね。でもこれさっき
41.5 ある。